さあ今日もテリー会なんですが、前回の動画テリー怒涛の勝利で飾ってたんですけど、テリーに手応えを感じ、 YouTube でねテリーで30勝をするまで終われません枠取ったんです。2時間ぐらいで終わるやろうって思ってたら全然勝てなくて、今度はで VIP 落ちした挙句、30勝のうちの多分18、19勝ぐらいが VIP 外でやったっていう恥ずかしい思いをしたの でしかも今落ちたままだしよ。ゆえに今回1回でも負けたらもう僕も思い切ってテリー引退します。うっす。なので勝つぜ。で今回のルールはあのスマブラ公式大会と同じにしています。なので事故増えるから気をつけよね。ほっ、うれ。さあもう戻ってこれまい、戻ってきただとやるじゃねえか。あっサッカーしようぜ。ほっ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 、ああサッカーボールで助かりやがった。サッカーの神に愛されてんなお前。シュー、間違えた。シュー、オッケー。実はサッカーもうめんだなこのイケメン。テリーをなめんなよ。ただ向こうも今回はテリーだから、そうイケメン対決ですから。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、危ね。投げないで、来るぞ。いって、嘘、巻き込まれた。バーナッカを。怖いんだけど、まだもう一回来るぞ。おお、ジャスがやる。普通の横綱回避キック掴め。よし、ほらほら、よしよし、捕らえたぜ。うれうれうれ、やめろ。あ、ちょっと待って、あめっちゃ恥ずかしいじゃん。今日も恥ずかしいじゃん。今日やってんねテリー。いや大将やってる、今日もやってる。ガバフェイフェイフェイ、もう向こうは完璧に決めてきやがった。でもねこの程度のパーセントではまだ飛ばない。テリーの気分はそんなに強くないんですよ。嘘嘘、トゥルルルルルトゥルル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 、あい当たっちゃった届くやん、届くやん、ミスやん。捨てる、俺はハンマーを捨てるぞ、捨ててるぞ。ウェイウェイワンウェイブワンハマよ。嘘、はっ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 、あ、やめろやめろやめろ、それやめろやめろ、死にたくない。しかも後ろ向いてな、後ろ向いてるときはやべえんだってば。え攻めすぎた。いや私もギリギリこっちに来ると思ってたんだけど、落ちるぐらい行くんすねあれ。いや勝った気がしねえんだけど、まあ勝ちましたよ、やったぜ。さあ再びの勝負、負けられない戦いは今回の動画おそらく 4,5 試合分ずっと続きます。いくぜ。どうせ PK ファイヤー読んでる。お、よし、今回アイテムあるから気をつけないと。ショルダー、あ、やばいやばい、え、うっそ、やば、バーニー、いや頼む、ボム中ボム中、助けてボム。そうか、これで回復すんのか、ずるくない。うれうれ、よし、危ね危ね危ね、やめろやめろ、あれ打ち返されると面倒だぞ。よし、オッケー。せっかく流れ取ったのにアイテムの活用となるとユカの性能の方が向いてるっちゃ向いてるな。打ち返されたらやばいぞ。よし流れ行け、よし行け、いいぞ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 、素晴らしいよ。おかえり、よしよしよし、うまいうまい、スマブラうまいっすね、雷中氏。オッケー、野球しようぜ。うれ痛え、
よし、避けた避けた避けた。うら、うさ耳。うっ、はっ、うら。熱い。熱い。嫌がらせやめなさい。そっちじゃねえ。でもどっちにしても死んでるわ。そういう問題じゃねえもんな。あ、バットやばい。それはやばい。捨てなさい。捨てなさい。投げろ投げろ投げろ。くれくれ、バットくれ。よし、オッケー。はっ。うわ。待って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 。ふわっ、ふわっ、ふわ、一応反射できんだ。ずえ、あいて、あれあれ、今です、いけ、ファール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 じゃね、ファールじゃね、勝手にファールすな。オーラオーラオーラ、ごまかせごまかせ、くっそ、空ぶっちまった。オーラ、もういろいろ起こりすぎでしょ今回の試合。ちょ待って、ちょっと待って、それはいかん、やめろやめろ。うわー、蹴る、邪魔だ、いてて、もう 50%、 やばくね、やばくね、これこれやばくね、やばくね、しかもあれやべえもん取られた、あ、浮く浮く浮く、やめろ、いやー、じゃ流れ取られすぎっきり、ここでアシストはやべえでしょ、しかも割と強え、あ、いてててて、うら、バスターウフォー、やーい、やーい、やいやほん、これで俺は引退なのか、これで。あんじゃねえよ、あん。いやもう宣言通りテリーメイン化分け合います。こんな恥ずかしい試合をしてしまうなんて。というわけで今回は VIP から落ちてしまってるキャラクター、上げれてないキャラクターを上げる回とします。そして今上がってないクレイジーなメンバーを紹介するぜ。こいつらです。誰から行こうか、ガノンだろう。よし行きましょうか。意外と苦手なキャラだな、残ってんの。ピカチュウとか竜とか。竜は、あれですね、前回体力制の動画を作ろうとした際に、作れた代わりに戦闘力100万ほどかけたっていう。うん。とっさに使う感じのキャラではないですよね、あれ。丁寧にやらなきゃいけない。一方、おじさんは、まあなんかガノンパンチでもして落ちたんじゃないの、多分。多分そんなもんでしょ。まあガノンパンチとかね、そういうロマン技を、ぐっとこらえて堅実に立ち回ればまあいけるでしょう。うん、まあそれをね、今から私が証明しますよ。うらそういうとこやぞお前。うら、ドリアドリア、うわ、やめろやめろ、あ、熱い熱い熱い、おじさんにひどいことする。あ、あ、引っかかった。ほっ、うわ、ほっ、よし、ニャースニャースニャースでニャース、ガノンプワンチ。美しく決めてく。うわ、よしよし、いただき、気分はポケットモンスター。よし、行くぜ。おじさん少年、そう、2バージョン発売中。おじさん限定のポケモンもいるぞ。やめろー、これ敵なのか味方なのか、向こうもミスってる。それはね、どっちにも打てるから強えんだな。やべやべやべ、よし、いい感じだ。ふっ、うわぁ。蹴り入れられた。これパーツ2種類ってことは他のアイテム出ないぞ。ってことはほぼほぼ怠慢。あ、引っかかった。うわ、ジャンプない。もうそういうことする、おじさんに厳しい社会は良くないよ。やばいってこれ。行くぞ、ほら、うら、うら、ああ。まだ生きてんの。やばいやばい、引っかかった。もう死ぬしかないじゃない、こんなの、こんなのずるいよ、おじさん助けて。でもガノンパンチ当てたし、もう勝ち、実質勝ちだから。
いや実質ね、実質もこれは勝利と言っても過言ではないのかと。つかやっぱ欲もダダ漏れやからさ、うん、こういうやつは結局ゆくゆくはこうなるんやなっていうのを。ならばよし、じゃあ比較できちまうの、今回は一つの動画でね。そう、今のが悪いおじさん、今からいいおじさん紹介します。いきますね。よし、もうガノンパンチ絶対打ちません。もうフリじゃないです、マジで。もうガノンパンチ打つってことはもうそういうことですからね。うっす。まあお見せしますよ、見ててください。ちょうどほらあのゲージだけですから。いきますよ。うれ、うい、うい、うい。それ強いよね。うれ、え、うそ、うそ、そこでその技をチョイス。やるね。ねえ、すくん。お前、どこ中だよ。どこ中だよ。お前、ちょっと最近生意気じゃね？お前、どこ中だよ、マジ。うれ、やめろ。どこ中だ、てめえ、こら、ほら。うれ。よし、行くぜ。まだ負けてねえから、そうドリアを我慢するんだ。熱熱熱、やばいってこれ。そういうのもあったな。そういえば避けれるかこれ。ジョギングで下げろ。いてててて、危ねえ。うれ、落ちろー。無理か。ひえ、やめろ。当たる。やめろって、ロッテ、ロッテやめろって。くっそー。うれ、横スマだったね今。オッケー、届いた。わかんねえぞまだ。何がネスだよ。お前もゆくゆくはこのこんな感じになるんだよ、青年になるんだよ。いいぞ、ガノンみたいな大人になりたかったらそのエスパー早く捨てなさい。捨ててきなさい、そんなもん。またそんなもん、超能力拾ってきて、もうあんたほんまにも。うれ、うれ。これが、これがおじさんです。やったね、有言実行の男。やらかすところまでは有言実行しなくてもいいんだから。まああれです、これ上がれるんじゃねえの。もう一回勝てば上がれるでしょ。なんやかんや一生いっぱいだしね。次勝てば、うん、勝ち越しにもなるので、このまま連戦します。次どっちのルールだろうな。アイテム嫌だな。アイテムいられな。アイテムなしの方がいいな。お願いします。さあ、あー、最悪だよ。なんでもありじゃん。嫌じゃん。怖いじゃん。まず空中ニュートラルウェイ置きに行くか。怖え。向こうもちょっと動き変わってない？うれ、うれ。お、メタルじゃん。うい、よし、後ろ投げで。向こうさ、これメタルになったせいで逆にやりづらくなってそうだな。お、お、お。キック。バットはそういうもんじゃねえんだよ。お、キノコじゃん。よし、事故らせてやろうって言っちゃう。ちょっと待って、ちょっと待って。キノコ、お、ナイスキノコ、ナイスキノコ、キノコ、ナイスリカバリー。うぃし、やべ、やべ、爆弾助けて。ほい、おお、危ねえ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 し。おいで、出て、出て、おいで、出て、うまいっすね、アイテム使うの。あー、落ちた、戻ってこれない。どうする、これ。うれ、おじさんと一緒にブーメランで遊ぼうよ。あ、いていていて、でもゲージ技だからそんなに痛くない。やべ、おう、いて、つるっとね。オッケー、メテオだ。いけー、何に咲き上がった。だけど飛ぶ。さああと少し。うっ、うい、うっ、取られたー。怖いよ、怖いよ。当たりたくない。上に逃げるぜ。ふっ、よし、あいてててて、あいてててててて、
ブーメランポツンって超痛い超痛い。野球、野球わかん。おじさんは野球が苦手なんだ。うえ、ちょっとそれに頼る。うわ、あ、ちょっと、無敵。ハイバリア、ハイバリア。ハイバリアが許されるのは小学生低学年までだから。ちょっと待って、いや大人もバリア使うんだけどな、そういうもんなんだよ。あぶねえし、あー逃げろ逃げろ逃げろと見せかけて、うい、その技で倒したそうだ。しかも俺かよ、負けたの。なんでだよ、なんでだよ。ちくしょう、ちくしょう。いや勝ちを確信したら死んでた。ありがとうございました。